はい、おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンテンツ。本日お送りするのはこちら、マックスボーリア惑星戒厳令というゲームです。はい、そんなゲームです。バップというメーカーですね。まあ、バップってどんなメーカーですかというって、まあ、おなじみのない人もいるかもしれませんけれども、まあ、それはそれとして、その前にあるか、1991年12月15日は結構ファミコンの後期の方ですね。まあ、バップというメーカーで一番皆様がピンとくる名前はあれかな、やっぱ元祖最有機スーパーモンキー大冒険かな。ねえ、そのメーカーですよ。果たして何がこれから待ち受けるんでしょうかというところですけど、まあ、でもね、バップで他なんかないかなって私の持ってるソフト見てみたけど、まあドキドキ遊園地クレイジーランド大作戦だっけ、その名前のやつ、11月に更新した分か。で、先月末に更新した小さなお化けあっちこっちそっち。まあ、これも面白かったから、まあ、そこまで別に悪くないですよね。逆に、ね、元祖最有機、スーパーモンキー大冒険。なんであれだけああなったのかっていうのはありますけど。はい、今日のアンコンテニューは、1回ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームですよとかですね、どういうシステムのゲームですかっていうのをお送りできればという感じでお送りしております。まあいいや、多分やったことあるんですけど、確かシューティングなんですよ。ちょっと斜めにスクロールしていくというちょっと変わったスクロールの仕方をするというイメージだったけど、あんまりルールがよくわからないんだよな。まあとりあえずやっていきましょう。パスワードがあるみたいなね。あ、これはたった一人で未知の生命体と戦ったキャプテンマックスの物語である。女性、おーおーおお、マックスウォリアー惑星戒厳令。これパッケージ見ると男女はわからないけどね。ほら、こう斜めにこう移動していく感じ。あとこの、ジャンプの軌道とかがちょっとなんか独特なんだよね。デモ画面短すぎるやろ。もうちょっと見せられるもんあるやろ。どんな感じ、ちょっと画面拡大します。このカセット赤、まあ鮮やかな赤に見えますけど、ちょっとくすんだというかワインレッドっぽい赤だった気がする。私の持ってるカセット元の色がどれかどうかは分かんないけど、真っ赤っかっていう感じじゃないですか。まあ、うん、今なんか変、また変わったスクロールの画面が出てましたね。スクロールのスピードが面によって変わるのかな。まずいな、これ多分強制スクロールだよね。だからやってることは、まあベルトスクロールではなく、強制スクロールシューティングゲームっぽい感じだと思うけどな。じゃあニューゲームからいきましょう。あ、男か、どっちだ。まあいいや、銃がでかい、ハンドガンにしちゃでかい。よっぽどあれ、反動が抑えられてないと肩吹っ飛ぶぞ、あんなもん。あんな大きさのハンドガン打ったら肩吹っ飛ぶぞ。あ、これなんかボタン押さないといけないかな。 A ボタン、 B ボタンが弾を打つ、 A ボタンがジャンプ。高さ軸あんなんで、体力がライフ性か。何、これ壊していけばいい。やられちゃった、プレイヤー01、危ね、やばい。とにかくこれ敵の弾に当たらないようにっていう風にしないといけないかも。これって多分何かしら強化とかできんのか。あん、あ、これ直接火ダメしたらめっちゃ食らう。あぶね、 L を、あぶね、 L の状態、何が違うんだろうこれ。やばい、体力回復のものないの、なんか。このゲームって、あ、やばい、挟まれる、まずいねえ。これ回復じゃないんだこれ、待って、つかめよう。うわー、囲まれた、痛い。あと1機ある、うわー、あと1機あるか。残機ゼロか、うわ、きつ。どっから、頭から、ここまでしかスクロールできない。今見た、あ、セレクトボタンでなんか武器を選べた、武器を選べるっぽい。トレイルガンができた。ただちょっと、あ、後ろに撃てるなんてでかいな。ちょっとセレクト、セーフトボタンを押すごとになんか
武器を選ぶことができる。こうやって無制限で撃てんのかな。あ、ボスっぽい。どんな攻略で。ちょ変なことすんのよお前。このまま耐えるだけでよければ。ちょっとそこ残んの。まず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 、あと一発勝たせるんでしょこれ。キャー、やめない。あっ怖い。あっしょいったしょしょい。 B B がなんだ、バックって意味かもしれない。あそこは触れちゃダメなんだ。うわあっさりしてんな。これもまたシューティングゲームですね。これ何面あるんでしょうね。難易度の感じが全然わかんない。最初でちょっと2機ぐらい無駄に死んだからな。もうちょっと長く見せられたらと思ったけどな。はい、というわけで本日お送りしてきたのはこちら、マックスウォーリア惑星戒厳令というゲームでした。はい、ちょっとあのね、このまま無音で別れるのもあれなんで、このままちょっと音は流してますけど、はい。食らい方によって食らうダメージ量が違うのね。直接被弾目が多分相当ダメージがでかい的なことか。はい、というわけでね、短くいい動画にはなりましたけど、今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで今日はここまで。お疲れ様でした。ありがとうございました。